はい、おはこんばんにちは、バットです。今日は年末2015年締めキャンプということで、12月30日水曜日の1時ですね。今日は大津谷公園で、じゃん、なぜかこのテントがあって TM さんがいます。ダニーさんと一緒にやる予定だったんですけど、ダニーさんなんと大遅刻で、今こっちに向かってる最中です。じゃあ今年も1年お世話になりました。来年もよろしくお願いします。パパウーイうめ、あ最高だな。起きたの何時？ちなみに待ち合わせ11時ぐらいに行くっていう話で、そうです、11時ぐらいに作った話で起きたのが11時15分、ね、シャワー浴びてバットさんから LINE もらってはぁーみたいな感じでした。はい、はい、じゃあ、はいはい、お疲れ様です。今年もお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、もう3本目ぐるすかね、僕が。あ、なるほど、うん、若干お酒残りながらまた飲んでるんだ昨日飲んでたの？昨日飲んでました。あ、そうなんだ。だんだんと日も暮れてきて寒くなってきました。寒いっすね、マジで寒いっすね。いやまだ風がないでいいけどね。まあでも風吹いてもこの中こもってりゃ。シガポテチ、茶塩とシガポテチ、エビ塩、ティアムさんからが持ってきてくれた。さあ、どっち喋ります？どっちがいいです？どっちもいいですよ。エビ塩？エビ塩いいっすね。エビ塩いきますか。じゃあ、おじちゃん、握力がなくて。開かない。これ強い。開けましょうか。あ、願いだ。はい、クパー。存在は知ってたけど、初めて見る天狗の横綱黒胡椒味を持ってきてくれました。ちょっとこれももう開けちゃっていいかな。これだって食べたいでしょよ。食べたいですね。私も食べたいです。辛い。いただきます。あ、いただきまーす。いただきまーす。あ、すごい。もう匂いがして。匂いがするね。あ、これはね、ビールが進むよ。福岡キャンパーのアッキンさんがこの間、僕が行った時に、送るよと。TIM さんに食わしてやるっつって、ありがとうございます。送ってくれた。馬肉です。できるだけ薄く切って。でもあれだよね、バットさん切ってるとエロいっすね。どういうことよどういうことよ。エロさがある、うん、開いてますね。大トロ濃くした感じかな。すごいギュッとギュッギュッギュッとした感じが溶けるね。油溶ける。でもね、馬刺しは初めてですね。いい顔も。いや、もう剥いてある。大丈夫だよ。大丈夫だよ。うん、大丈夫。うまっ。大丈夫。大丈夫。大丈夫。これを、この殻を取る。悪魔の抱擁という焼酎をいただきたいと思います。いただきますか、皆さん。いただきますか。いただきます。いただきます。はい、いただきます。いただきました。ダニーさん、は柿は食べてますか。いや、そんなことない。柿鍋、柿入れたけど、うまい。根巻き。だから、ジャージがあったらジャージのまんま。パンツはない。パンツなんない。ピッとなるのは嫌だ。おはようございます。ああ、寒い。みんなまだ爆睡。いやー寒い。寒いっすね。
今日の朝食はコンビニおにぎりと味噌汁、コンビニ味噌汁。超手抜きで